はい、やってまいりました。ブラッシュミュージックエンターテインメントがお送りするブラッシュザラディオ。さあ、今回もお相手は MC ウェルカムがお届けいたします。よろしくお願いします。さあ、ということでやってまいりました。4月も第3週目に入ってますね。皆さんもう暖かくなってきてすごくね、嬉しい限りでございます。桜季節、皆さん花見行きましたが、僕はね、家の前に綺麗なのが咲いてるんですよ。なのでね、毎日見とれながら、日々テンション上がりながら4月を迎えたわけなございます。はい、またそんなお便りもね、皆さんぜひください。よろしくお願いします。さあ、早速参りましょう。マンスリーピックアップアーティスト、ソウルソンカンパニーセカンドアルバム君ループが5月5日に発売。そのリードトラック、君ループをチェックラッチ。はい、お送りしましたのはソルソンカンパニーセカンドアルバムハミングバードの中からリードトラック、君ループをお届けしました。このセカンドアルバムはですね、なんと5月の5日に全国発売決定しております。お店の方でですわね、予約の方ももうできるようになってるみたいなので、ぜひ、CD の方チェックしていただきたいと思います。はい、そしてなんと、プロモーションビデオの方もですね、もうすぐ見れるんじゃないかという噂が立っておりますので、またね、ソウルストーンのホームページぜひチェックしてください。カタカナでソウルストーンと入れていただければね、もう一番上にバシッと出てきますんでね、まずその検索していただいて、はい、遊びに行ってください。よろしくお願いします。さあ、続きまして、ブラッシュミュージックエンターテインメントの新人発掘担当、さくらのですね、おすすめアーティストのコーナーでございます。今回ご紹介するアーティストは天然電念図ということで、何やら面白い名前なんですけれども、どんな楽曲を聴かせてくれるのでしょうか。さくらからのコメント、届いてますので、お伝えしたいと思います。現代において混乱の中生きている私たちですが、日常で人と接していると孤独を感じて生きている方が多い印象を抱きます。どうして自分はこんなにも寂しいのだろう、誰かそばにいてくれないのであろうか、そう思っている全ての人たちにぜひ聴いていただきたいのが天然電念図の音楽です。なるほど、今回のコメントすごい深いですね。はい、ボーカルのトモさんのハスキーボイスとギターのマサさんの優しくて穏やかなメロディーが皆さんの心にそっと寄り添ってくれることでしょう。これから紹介するナンバーは和歌山県にあります水間鉄道のイメージソングにも起用されています。それでは心のふるさとを思い描きながらお聞きください。天然電念図でふるさとの音色。一人ぼっちで生きてきたんだ、口ではそう言っていても
くじけそうな時思い出すのはふるさとのあの景色。お送りしたのは天然天然図でふるさとの音色でございました。そうですね、さくらちゃんのコメント通りすごくあったかい、田舎をね思い出すようなそんな楽曲でございました。なんかもう緑がね生い茂ってるイメージが僕は連想したんですけれど、皆さんはいかがでしょうか。はい、さあそんなわけでですね、このブラスターレディオなんですが、毎週木曜日の夜8時半、そして再放送がですね、土曜日の夜11時にですね、FM ミッキーさんの方で放送していただいております。木曜日に関してはですね、サイマルラジオにも対応しておりますので、全国どこでも、このネット上でですね、僕のこのラジオを、聞いていただくことができますよ。はい。そして、30分番組にねラジオの方はなってるんですけれども、もし皆さん YouTube でお聞きの方はですね15分になってると思います。後半15分はですねウェルカムマンのビルボード100ランキングですねお届けしておりますのでね、前半は関西の素晴らしいアーティストをチェックしていただいて、後半はなんと海外で今一番賑わしている楽曲アーティストを紹介していくと、そういうコーナーになってますのでね、ぜひラジオの方聞いていただいて YouTube の方でも復習していただければなと思います。よろしくお願いします。さあ、さいてないね。さあ FM ミッキーさんの、リクエストお便りの宛先の方なんですけれども、おはがき郵便番号 673-0493 ミキシ FM ミッキーまでお願いします。ファックス番号は 079486-1761、 メールの方はですね melbo@fm-miki.jp melbo@fm-miki.jp までお願いします。さあ後半戦につなぐ前に忘れちゃならないやばいロック聞かせてくれますよ。今回も
スペシャルストイックレコードのおすすめアーティストチェックラッチャー。はい、どうもこんばんは。やってまいりました、ストイックレコードが聞かせるよ、ストイックルー。はい、本日は、ストイックレコードの私ロイハン一人で、お送りします。皆さんよろしくお願いします。本日ですね、MC イモゲの方はですね、体力の限界ということでですね、今週は一旦お休みをさせていただいております。来週にはですね、元気な顔で元気な声で、いつものように戻ってまいりますので、楽しみに待ってあげてください。はい、それではですね、本日、今週ですね紹介します、バンドはですね、神戸を中心に活動しております、ステレオシステムです。前回ですね、ステレオシステムの方は紹介の方させてもらったんですけれども、また今回音源の方ですね新たにリリースしましたので、そのプロモーションとともにですね一緒にお送りしたいと思います。ステレオシステムは2010年8月、神戸で結成。すべてを透き通す声と相対の感情が生み出す音で心に訴えかけ、新たな感情、新たな音楽シーンを切り開いていこうとするエモオルタナバンドです。メンバーはボーカル・ギター前田大作、ボーカル・コーラス栄誠、ベース森本正義、ドラム池田智彦、この4名で、活動しております。また今回ですね、ステレオシステムは、ライブ会場限定でですね、音源の方を発売しております。こちらをですね、皆さんぜひチェックしてあげてください。また、ステレオシステムはですね Twitter、Facebook、オフィシャルホームサイトにて、新たな情報は公開しておりますので、そちらもチェックしてください。チェックください。またですね、来週、ライブ活動はですねこちらの、スケジュールを、お伝えしますので、ぜひ、イモゲの、復活とですねステレオシステムの情報を楽しみに皆さん待っていてほしいと思います。それでは今週の聴いていただく曲です。ステレオシステムで A Secret Behind You and Me、 どうぞ。